腹ペコアザラシと申します。三国志14 PK 新シリーズを始めさせていただきたいと思います。新しいシリーズ、一体どのシナリオでやるかとかね、いくつかご提案いただいたのでちょっと迷ったんですが、前のシリーズとかで顕著だったんですけれども、炎翔さんが弱い。もう本当にね、これはね、なんでそんなにやられるんだっていうぐらいにやられていた炎翔さんでちょっとやっていきたいと思います。シナリオは群雄割拠です。ただし群雄割拠初期のまんまですと、まあこんな感じでね、最大勢力3都市を領有して最大勢力なので、いつも通りねシナリオをねいじっていきたいと思います。ではまず作成イベント、劉備河北に割拠です。紀州を手に入れた炎翔に対抗すべく、高僧さんは劉備張陽を呼び出していた。本日来てもらったのは他でもない。勢力を伸ばしつつある炎翔とどのように対抗すべきかを協議するためである。高僧さん殿の言う通り、紀州を手に入れ、炎翔の勢力はもはや河北随一と言える。高僧さん殿、張陽殿にはどのような対抗手段がおありですか。皆で包囲網を敷くというのはいかがですか。連合を組むだけでは一時しのぎになりかねる。ここは劉備殿、貴殿を中心とし勢力を統合し炎翔に当たるべきだ。何をおっしゃいます。名手となられるなら高僧さん殿がふさわしいはず。いや、わしでは無理なのだ。劉備様の一件ですな。その通り、劉備との争いには勝利したものの、劉氏を追い落とした影響で離反する者もいる。よって劉備お主に立ってもらいたい。私からもお頼み申す。劉備殿、河北の地に平穏をもたらすため河北の地をまとめてもらいたい。わかりました。そこまで言われるなら私が河北にて対炎翔の名手となりましょう。これからよろしくお願いいたします。こうして劉備は高僧さん張陽の勢力をまとめ上げ、河北の対炎翔の勢力地で割拠するのであった。あった。高僧さん軍を劉備軍が降伏させる。張陽軍を劉備軍が降伏させると。で、劉備軍が幽州の地の利、そして兵州の地の利を獲得と。さあ続けてイベント見てまいりましょう。曹操中言をまとめ上げる。曹操は混沌とした中言をまとめるべく、高尊と高勇統計との会談に臨んだ。民たちは疲弊し、周囲の諸侯は割拠している。我らは互いに争うのではなく協調すべきではないか。確かに特に地方にて大きな勢力が生まれつつある中、中原で互いに争っていっては自滅を待つのみ。河北では劉備と炎翔が激しく争い、一方が敗れれば中原になだれ込んでくる可能性もある。河北だけではない、他にも地方にて勢力を広げている諸侯がいる。中原だけ小勢力で争っても対抗できん。その通りである。そこで私は中原をまとめることに決めた。諸侯には突き従ってもらいたい。それはあまりにも強引ではないのか。ここは孔子の子孫であるわしこそが。うるさいわ、もう決めたことなのだ。ぐえ。他に反対の方はおられるか。いないようだな。それでは中言はこの曹操がもらい受ける。こうして曹操は中言の諸侯をまとめ戦乱の地に割拠するのであった。高尊の軍、高勇軍、統計軍をそれぞれ曹操軍が降伏させ、高勇が死亡する。僕のね、このシナリオのね、いじくる遊びでいつも高勇死んじゃってますけどね。はい。で、曹操軍が徐州の地の利を獲得と。さて、続けてまいりましょう。孫策、江南を制す。孫策は江南を制すべく、炎術から借りた兵で、五郎、玄白虎を打ち破っていた。劉陽、もう勝ち目はない。我が軍門に下るがよい。グー、致し方なし。王老殿、貴殿も下られよ。わかりました。なんだこいつ。師匠さんが近寄ってきましたね。師匠は仲間になりたそうに孫策を見ている。一緒に来るか。国、師匠は黙ってうなずいた。こうして江南を抑えた孫策は天下を伺うのだった。王老軍、師匠軍、劉陽軍を孫策軍が降伏させると。
あのね、周囲はね、右にいたんですけどね、一言も喋らないっていうキャラクターにしときましたね。はい、捜索軍が楊州の地の利を獲得と。続けて見てまいりましょう。呂布、清涼を牛耳る。洛陽を抑えた呂布は李鶴と馬頭を呼び出していた。我が名は呂鳳翦、私にか我に勝てると思う者はかかってこい。勝てないのなら我が意に従え。従います。あんな筋肉バカに勝てるわけない。いずれ隙を見て魔王董卓を倒した勇者呂布になら使えてもよい。しかし我らを従えいかにする。中原を制し天下を安寧に導く。そのためまずは曹操を打倒する。なるほど、中原を制するのは確かに理にかなっていますが、よろしい、従いましょう。こうして呂布は馬頭李鶴を従い曹操との決戦に臨むのであった。馬頭軍李鶴軍を呂布軍が降伏させると。で、呂布軍が領州の地の利を獲得。はい、演術慶州を制す。演術は劉表を呼び出し今の中華の情勢について意見を交わしていた。劉表殿、下腹では袁紹と劉備、中原では曹操と呂布が争っており、未だ天下は定まる気配がない。そうですな。それに江南には旧敵の孫策が勢力を伸ばしておる。どうだろうか、ここは連合を組み共に各国と対抗しようではないか。それはこちらも願ってもないことです。孫策は今後執拗に慶州を狙うでしょうからね。そうでしょう、そうでしょう。孫策は私に恩義があるので、私が名手になればもう安心ですよ。こうして演術は劉表の勢力を傘下に収め、慶州にて自立するのであった。劉表軍を演術軍が降伏させると。で、演術軍が慶州北部の地の利を獲得。さあ、これで最後になるから、元八公、職をかすめ取る。孫策に敗れ、職の地へ流れ着いた玄白、玄白公を長老、劉璋は歓待していた。東郷の徳母とあだらされる玄白公殿には、ぜひこの職の地を守るため、お力をお貸しいただきたい。わはは、わしに任しておけ。孫策との戦も本当はわしが勝っていたのだが、父親を早くに亡くしたので、孫策に譲っただけよ。おう、さすが徳母殿。なんという慈悲深さ。食の地のことはわしに任せ、貴殿らは心安らかに付き従うがよい。悪いようにはせぬ。こうして玄白公は食の地を抑え、天下取りに乗り出すのであった。で、長老軍を玄白公軍が降伏させる。劉将軍を玄白公が降伏させるということで、玄白公が益州の地の利を獲得と。さあ、中華図見ていきましょう。どうなったかというと、袁紹は3都市を抑え6万の兵力を持っておりますが、中華の他の勢力は4都市以上を持っているので、最低勢力って言ってもいいと思います。特に同じ河北にいる劉備、こちら兵力84,000、そして南の曹操66,000、そして洛陽は接敵してるっていう判定にならないんですが、すぐ近くにいる呂布軍も85,000と、都市数で負けてるだけでなく兵力も負けております。で、袁術がね、5都市で49,000、そして玄白公軍が54,000ということで、この2勢力はちょっとね、兵力が低いのが難点ですが、都市数はね最大なんで、まあ盛り返してくるでしょう。そしてあとは孫策がやっぱり伸びそうかなと思いますね。都市数5で7万7000ありますからね。で、それだけではなく、勢力、先ほど僕のシナリオで、僕が作ったね、イベントで見ていただいた通り、袁術はね、外交で孫策と結んでるんですよ。ということはどういうことかというと、この慶州は確かにイベントのね、コメント通りね、劉表たちは守られるんですよね。ということは、孫策は北上してくることが予想されて、袁術まで北上、もしくは破食の方に進むことが予想されるので、かなり混沌とした戦いになるような気がしますね。特に中原がやばいですね。
で、その中元はどういうことかというと、このマークを見ていただけたら分かる通り、我ら最初から外交で見てみると曹操と同盟を結んでおります。12ヶ月。なのでこのね、同盟期間の間に親密度を親密まで進めて延長するなりなんなりして、なんとか劉備を打ち果たしたい。河北を制圧し、できれば12ヶ月以内に河北を制圧し、そして曹操とね、同盟が切れた瞬間に中原になだれ込むっていうことを考えたいと思います。それではやっていきましょう。さあ、それではやっていきましょう。まずは任命姿勢ですね。で、人事で命令書増加やっていきましょう。で、あとは費用減少もちょっと序盤では重要ですからね。で、戦闘は都市の戦いを考えると、まあでも奉仕強化だな、奉仕強化でいきたいとこですね。53-8でいきましょう。で、あとは兵糧は重要だけど、運搬開発かな、運搬開発やっていきましょう。で、ここら辺はね、ちょっとね、適宜使い回す形ですね。で、兵士の上昇量増加、これで総コスト26。あとは治安の上昇量増加、これもやっとこうかな。これでいいでしょう。やるとしましょう。で、あとはまず官職を剥ぎ取る、プラス蓮舫さんだけちょっとやっときましょう。で、報酬配る方配っていきましょう。感謝いたす。で、あと命令書が3しかないので、空白地をそれぞれ抑えることやりたいな。あとは兵力を、まず劉備軍との兵力差で言うと、劉備軍が84,000と我が軍より40% ぐらい多いんですよね。てか 40% まるまる多いっていうことなので、 1.4 倍の兵力で戦うためにはちょっとね、兵力を集めなきゃいけないので、行から移動輸送で順受け1万もいれば十分でしょう。なので1万2000ほどを南比に派遣しましょう。参ろうか。で、平原は17,000ほどを南比に入れましょう。向かおう。で、南比に全軍を集結させて、この K を落とします。この K を落とすことで優秀の地の利を剥奪するとともに、剥奪できるよな。優秀の地の利は2都市制圧か、ダメか、城兵があるからダメだ。ただここを K を落とすことで兵州と優秀を分断することができるので、何としても今回はそれをやっていきましょう。で、あとは南比に武力の高い方、文州元領、そして長江さんで、あとは袁紹と袁紹。この袁紹はね、なんといっても陣形で勝者が使えるのでね、城攻めには重要ですからね。この5名戦闘部隊として向かわせましょう。行ってまいろう。これでいいでしょう。では進めていきましょう。さあ、それでは都市内政をやっていきましょう。賢章さんと純右慶さん、承知した。こちらあと平原もですね、都市内政で高蘭官房さん、承知した。で、南比も都市内政で文州や職友交換と。ま
任せてくれ。さあこれでまた命令書を使い切りましたね。では見ていきましょう。そろそろ慶と北兵も動いてくる。北兵動いてきましたね。6000南下してるな。これはどういうことだ。まさか南皮に攻め込むつもりか。報告が。で任命姿勢、ここはね細かくいじっていきましょう。運搬開発はもう終わりでいいので、兵站開発、兵糧ね重要なのでちょっとこちらやっていきましょう。分かった。で兵源1000、これもちょっと輸送させましょう。1000とはいえ、あの貴重な兵力ですからね。で業務地域内政で兵舎と。かしこまりました。とりあえず兵力が必要ですからね。任せてください。これで命令書がまたなくなりましたね。では見ていきましょう。この3000と3000でどうしたいんだ一体彼らは。でこちら3000また出てきましたね。使者がお待ちです。曹操会の使者ですね。うわー、同盟解消か。いや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 、これはまずいな。曹操だって自殺行為だってわからないのかな。兵源をどうにかしたいっていうところなのかな。では南皮から出撃で、まずは奉仕使える、長江顔料文集、いずれも奉仕で、まあ兵士一括3000でいいでしょう。とりあえずここまで行きましょう。まずこの3000の部隊を包囲攻撃しよう。こいつ草加だよなきっと。なので多分登ってくるとしたら勝負から登ってくるはずですからね。いやー、まさかでも曹操がいきなり同盟を破棄してくると思わなかったな。ちょっと名品送ろう。少しまずいこれは。やるとしましょう。であと登用できる方、サイエンさん、ちょっと登用しましょう。有効。南皮は地域内政しているが一つ剥がれてる。動くとするか。さあそれでは進めていきましょう。まずはこちら探偵さんをね倒すことですね。探偵じゃない、前景か。お頼みも。よしよしよし、サイエン一発で仲間になってくれた。いいよ、いいんじゃない。包囲攻撃できてますね。で曹操軍の本拠地に、よし有効までいった。いいよ。で前景は捕らえたと。こちらに。そしたらこちら奉仕の部隊でこの部隊を攻撃しに行きましょう。で事後命令退却でいいでしょう。承知した。で外交親善曹操とはねちょっとね今はねちょっと手を結んでおかないといけないですからね。かしこまりました。では進めましょう。あ、しまった、報酬配るの忘れてた。しまったな、早く倒したくてちょっとうずうずしちゃったよ。よし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 、使者が到着しました。こうやって倒せるのはいいですね。まあいいでしょう、解放してあげましょう。金銭重要ですからね。よし、これで親密になった。お、罵声が浴びせられた。では外交同盟ですね曹操軍と24ヶ月結んでいきましょう。承知しました。牧羊取りたかったところだけど仕方がないですね。お、決済イベントがありますね。小覇王孫策見ていきましょう。今我が軍は勢いに乗っている。このまま行けば天下を売ることもたやすいだろう。誠に孫策様の強さはその功を思わせるものがありますな。わはは、それは褒めすぎというものだ。では小覇王というのはいかがですか。小覇王孫策か。高等の虎の子としては申し分ないな。
うむ、気に入ったぞ。申し上げます。孫作様に仕官を申し出ている者たちがおります。失礼しました。いずれもただならぬ雰囲気の持ち主でございます。ほう、面白い、当世。それがしは正金と申します。これまでは長江でケチな賊をやっていました。こっちは一緒に賊をしていた周泰です。よろしくお願いいたします。当衆と申します。力勝負と口のデカさならそれがしにお任せくだされ。口のデカさってどういうこと？おう、よくぞ来てくれた。キコラのような屈強の者が加われば我が軍もさらに勢いを増すだろう。喜んでキコラを迎えよう。その力存分に振るってくれ。はは、いやー、恐ろしいメンバー加わったな。特に周泰さん、風向きは我らに味方しておる。この勢いに乗って一気に天下を目指すぞ。おお。江東を制覇した昭和王孫策、今や天下をも視野に収めつつある。彼の勢いは止まるところを知らなかった。いやー、周泰たちが加わったの結構大きいですね。もろに戦闘部隊だからな。では義弟、いや二教婚礼からいきましょうかね。順調にその勢力を伸ばす孫策。この日、孫策と周瑜は視察のため領内各地を巡っていた。時期に日も暮れる。白府、今日はこのくらいにしてこの辺りで宿を取るとしよう。白府、すまない、何か言ったか。後期、どうした。心ここにあらずといった様子だが珍しいではないか。いや、それが今その先にこの世ならぬ美しさの女性がいたのでついな。ああ、本当に美しい人だった。一体どこの娘だろう。ふうむ、この辺りで美女といえばそれはおそらく狂言殿のところの二教ではないか。大教と小教の姉妹の名はお前も聞いたことがあるだろう。おお、江東の二教か。間違いない。早速狂言殿の屋敷に向かおう。こんなグレンタイみたいな人に来られたくないですよね。本気か。おい待て、ファクフ、もう思考回路がグレンタイだもんな。これは孫策様、周瑜様、ようこそいらっしゃいました。本日はどうされたのですか。狂言殿、先ほどそこで貴殿のご息女をお見かけしましたな。これで違ったらどうするんでしょうね。いや、お前じゃないとか言ったら親としたらとんでもない侮辱ですよね。もう一度お目にかかりたいと白府が言って聞かないのです。よろしければお会いできますか。おう、そうでしたか。少々お待ちください。すぐに呼んでまいります。お待たせしました。こちらが我が娘たちでございます。大教でございます。そしてこちらが妹の小教でございます。まあ、両方可愛いよね。ああ、大教殿。俺は孫策、こちらは周瑜と申します。大教殿、先ほど道でお見かけし、俺は心を奪われました。まあ、嬉しいお言葉でございます。後期を言っただろう、この世のものとも思えぬ美しさだとな。うむ、そうだな。お二人とも噂にたがわずお美しい。周瑜様、本当ですが、本当ですか。ああ、こうしてお会いできるなんてまるで夢のようですわ。実は私も姉上も以前からお二人のことをお慕いしておりましたの。もう正気おったら、ほほほほ、これはまさに良縁ですな。よろしければ二人をもらってはいただけませんか。それは願ってもらえなあ、後期。ええ、喜んで妻としてお迎えいたしましょう。孫策が大教と周瑜が小教と結婚しましたと。これで配下に加わると、孫策軍がどんどん強化されてきますね。で、あとはこちら義弟戦勝をやっていきましょう。いや、やっぱり炎術様はね、義弟、忠を名乗るのがねふさわしいお方ですからね。なんて言ったって忠家最大勢力ですからね。まあ都市数だけで言えばですけどね。伝国の玉璽を手に入れて以来、炎術の野望は日に日に膨れ上がっていた。皆の者、集まっておるな。今日は重大な話がある。官庁が起こってから400年、すでにその命運は尽き、天下は大いに乱れておる。今こそ四世三公の名門であるわしが天位に上る時だ。炎術様、お待ちくださいませ。突然どうされたのですか。正気の沙汰とは思えません。何を言うか。土徳にあたる陳国の末裔たるわしが官の家督を継ぐのは定めである。もうこうやって占いに走ったら終わりですよね。官に代わるものは党と公という予言も、とは炉に通じ、
我がアザラの航路を指し示しておるではないか。その上伝国の玉璽もこの手にあるとなれば、もはやこれは天命には天命に他ならぬ。しかし今帝位については必ずや諸侯の反感を買うでしょう。しかしではないわ。わしに天命に逆らえと申すのか。わしはもう決めたのだ。誰が何と言おうと絶対に皇帝になるのだ。もう思考がだだっこですからね。炎術が皇帝を戦勝し即位、国号を中とした。しかしこの暴挙に諸侯は反発し、これを機に炎術は天下を敵に回すことになるのだった。でこれで外交関係はどうなりますかね。勢力で孫策、外交で、あ、それでも敵視にはなってますが、同盟が11ヶ月、いつ破棄されるかわからないが、孫策と炎術の同盟は続いているということですね。いやー、それにしても劉表さんもとんでもない男についちゃいましたね。さあ、それでは、こちらやっていきましょう。まずは、この部隊を撃破ですね。くらえ、我が豪遊で粉砕してくれ。いいですね。よし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 。でまた捕らえたと。これでまた金銭が増えますね。一応投与していきましょう。おお、やった。一発で仲間になった。インカイさんがなんか見つけましたね。よし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 。再締結終了です。成功ですね。こちらに、ね、いかがだったでしょうか。いやー、またもやシナリオをいろいろといじらせていただきました。そして僕の注目ポイントは玄白虎さんですね。蜀の地を抑えめた玄白虎さんが果たして西凉の呂布とどのような戦いを繰り広げるのか、ここは僕はちょっと注目していきたいと思っております。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。